文献と遺跡をもとに作られたミリオンの創造図。アーチの幅は14.6メートルほどと推定されている。現在はミリオンの残骸の一部がバシリカシスタンの近くに建てられている。ミリオンは4世紀初頭にコンスタンティノープルで建設されたモニュメントである。ローマ帝国及び東ローマ帝国における道路原表の役割を果たし各地方に伸びる道で、 コンスタンティノープルからの距離を測る基準となった。コンスタンティノープルがローマ帝国の首都となるにあたり、ローマのフォロロマーノにある黄金の利帝表に倣って建設された。本来のミリオンは巨大な四面のアーチの上にドームが乗り、彫刻や絵画で装飾されていた。1453年のオスマン帝国によるコンスタンティノープル征服以降も残っていたが、16世紀初頭までに、 亡くなってしまった。1960年代に発掘調査が行われ、住宅地の下から一部の残骸が見つかった。ミリオンの遺跡はイスタンブールのエミノニュー地区にある、アヤソフィアや地下宮殿にも近い。330年、ローマ皇帝コンスタンティヌス一世が古代ギリシアの植民都市ビューザンテオンを再建し、ノーアローマと名付けて、旧、ローマから様々な要素を取り入れた。 ビュザンティオン時代の城壁に近い第一区に、町の幹線道路メセの起点として建てられたドームと、テトラフィロン、すなわちミリオンもその一つであった。東ローマ帝国のヨーロッパ領に伸びるすべての道の起点とされ、各地の都市とコンスタンティノープルとの距離を測る基準となった。このアウグスタイオン広場からメセを望むモニュメントは、ローマの黄金の利程表と同じ役割を持っていたが、それより、 はるかに複雑な構造を持つ建築となっていた。ドームをいただく二つの外線門があり、これを四つのアーチが支えていたのである。東を望む門の上には、コンスタンティヌス一世とその母、ヘレナの像があり、彼らの後ろに中継の像が立っていた。六世紀になると、ミリオンは、東ローマ皇帝の意向を示すモニュメントとして、重要になっていった。ユスティニアヌス一世は人形を増設し、 ユスティニアノス2世は仮想に妻ソフィア、娘アラビア、イ、ヘレナの像を追加した。その他にも、トラヤノスやハドリアヌス、テオドシウス2世の騎馬像や、ヘイリオスの戦車といった、様々な像が追加された。ミリオンの案内下記8世紀半ば、フィリピコス・バルダネスとアナスタシオス2世が、ボールトに、過去の公会議の絵を描かせた。しかし、イコノクラスムが起きると、 この絵は、コンスタンティノス5世によって、コンスタンティノープル競馬場の絵に差し替えられた。正常不安が続いたコムネノス朝の時代、ニケフォロス3世ボタンアテストアレクシオス1世、コムネノスの構想などにおいて、戦略的用地にあるミリオンの周辺では立て続けに、紫外線が繰り広げられた。マリー・ダンティオ家ケは、皇帝軍と戦う際に、ミリオンからアウグスタイオン広場に号令をかけた。 1268年から1271にかけて、ラテン帝国崩壊後、ミリオンはアウグスタイオン広場と共に、ハギアソフィア大聖堂が所有するところとなった。1453年、オスマン帝国がコンスタンティノープルを征服したが、ミリオンはそのまま15世紀末まで残された。しかし16世紀初頭、おそらく近くのバレンス水道橋の拡張と、 給水塔の建設のため、ミリオンは取り壊されてしまった。20世紀後半にミリオンの所在地が学術的に推定され、1967年から1968年にかけてその場所の住居が解体されて発掘調査が行われた。ここからは石像の遺跡の断片が発掘され、現在柱のように建てられている。これはおそらく、 16世紀の水道工事で解体されたミリオンの幹線道路、目線方面の部分の残骸であると考えられている。ありがとうございます。